違和感漢字探し。五十を二箇所探す漢字問題が全部で七問です。では、始めましょう。第一問。五十を二つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は人偏ではありません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分に横偏がいります。第2問。五十を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分に浮かんむりがいりません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。皮は棒にくっつきません。第3問。五十を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。竹冠がいります。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は皮偏ではなく手偏です。第4問。文字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青学部分は棒ではなく山です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分の縦棒は下に伸びません。第5問。五十を2つ探してください。
正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分は木ではなくタクです。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分の斜め棒がいりません。第6問、5字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分は衣ではありません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右部分の横棒が1本足りません。第7問、5字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分のパーツの向きが左右逆です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分は跳ねずに止めます。